はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、ちょっと悲しいお知らせになっちゃうんですけど、以前からね、妊娠したハムスターなんですけどね、今日覗いてみたらですね、ちょっと赤ちゃん生まれてたんですけど、2匹がちょっと動かない状態でしたね。で、匂いついちゃいけないのでね、ちょっと割り箸でちょっと探ってみたら、ちょっと硬くなってましたね、もう2匹とも。なぜなくなっちゃったのかはちょっとわかんないんですけど、せっかくね、楽しみにしてくれてた方いっぱいいましたんでね、ちょっと悲しいお知らせになっちゃうんですけど、2匹ともね、亡くなってました。まあ2匹以上生まれてたのかもしれませんけどね、亡くなってたのは2匹だけでしたね。それでね、原因をちょっと考えるとですね、5時なんですけど、室温は 26.5 度、湿度が 55 度、こんな感じでね、いつも エアコンでね、調整してますんで、温度と湿度はいいと思うんですけどね。あとは栄養不足なのかなとも思ったりするんですよ。栄養不足ではないと思うんですけどね、煮干しとかチーズ、あとペレットとね、いろいろあげてたんで、栄養不足じゃないと思うんですけど、あとはストレス、ケージがちっちゃすぎたのかね、ちょっとわかんないんですけど、回し車も置いてありましたんで、ちょっと隠れるね、家がなかったんで、そのストレスなのかなとも思ったりするんですけど、一応ケージもね、タオルかけて暗くしてあったんですけどね、申し訳ないですけど、ちょっと赤ちゃんが亡くなってしまいました。ハムスターの方はね、今元気で過ごしておりますけど、ちょっと申し訳なかったななんてね、今思っております。はい、といったわけで、本日はですね、ちょっと情けない報告というか、ちょっとハムちゃんにはね、申し訳なかったなと思っておりますけど、はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。